で、オレンジは、これは土の要素ですね。Red and pink are fire element. 赤、ピンクは火の要素です。Blue is water element. We haven't done yet. ブルーは水の要素ですね。まだ私たち水の要素をカバーしていません。Fire is the energy that circulates the blood through the heart channel. 火の要素があなたの体の中の血液の循環を心臓の経絡、神経を通して、作用させています。はい。で、このレベル1のコースでは、火の要素、この神経に関しては4つのエッセンスを学びます。まず最初にフラワーエッセンスの中から、リリー・オブ・ザ・バレーがあります。It's very fragrant.すごくいい香りがするお花です。It's very small, tiny white bells. 本当にちっちゃなベルのような小さなお花ですね。And it's a picture of simplicity and innocence. はい。で、これのキーワードですけども、シンプルさ、そして純真さです。純真さです。And breathing out to the count of eight.そして8カウントでスーッと吹いていきましょう。4カウントで呼吸を吸います。そして8カウントで呼吸を吐いていきます。そしてあなたが本当に感謝していること3つを思い起こしてください。